上野博士は、日本の音楽プロモーター、社団法人、音楽制作者連盟の常務理事、特定非営利活動法人肖像パブリシティ県、養護監視機構理事、NPO 法人日本ダンスミュージック連盟顧問も務めている。大阪府出身。1968年、高石音楽事務所に入社。当時アルバイトを探していたとき、 フォーククルセダーズ解散コンサートのポスターを見て事務所に問い合わせたところ、その日のうちに正社員として採用されたという。橋田則彦とシューベルツ、橋田則彦とクライマックスのマネージャーとなる。1972年、有限会社サブミュージックパブリッシャーズを設立。杉田二郎、オフコース、ザ・バッド・ボーイズ、シュリー X のマネージャーを務めるから、東京音楽社にて、 ベーシティローラーズ、ロッド・スチュアートら外国人バンドやアーティストの招聘に手腕を発揮した。その後、サブミュージックより独立していた、オフコースが設立していた、オフコースカンパニーに1979年入社。小田和正を中心に据えたプロモーションは、上野のプランによるもので、これが鈴木康博脱退の理由の一つになったという。1983年再び独立。 株式会社上のカンパニーを設立。安倍康弘、鈴木翔子、ゼルガなどをプロモートした。1991年より音楽制作者連盟理事。現在は常勤常務理事。ジャスラックシンポジウム2002参加時の紹介記事、ギブアップ、オフコースストーリーマイナス山際篤市長、門角川文庫とセール役員一覧。ありがとうございます。